はい、こんにちは。フォータイプジップのユッキーです。今日もマロだよ。味噌汁だよ。あと数日まで。はい、ということで、私は顔にも出るアトピーを持っております。そして、小さい頃に負った火傷の跡があります。このコンプレックスを、バーンして、あーして、ドーンつって、ボーンつって、コスメで解決していくっていう動画を撮っております。そして同じような悩みのある方々に何か共有できるものがあったらなと思い、動画をいつも撮っております。今日なんか神々だな。撮っております。はい、ということで本日も行きたいと思います。はい、こちらエチュードハウスプレイ101スティックカラーコンティアデュオ、こちらを3回に分けて動画を作っております。で、こちらの詳細に関しては1回目の動画で全てお話ししているので、前回の動画をご覧ください。そして本日が2回目になります。はい、で前回はこちらの2番を使って赤みを消しました。では今日はくすみを消していきたいと思います。はい、ということで今回はエチュードハウスプレイ101スティックカラーコンティアデュオの3番を使っていきたいと思います。はい、ただ私たちのように肌が弱い人、アトピーの人、ニキビがよくできる方っていうのは色素沈着が濃いものからそうじゃないものまでたくさん出ると思います。で、一応ヘアメイクさんに聞いたところ、薄い色素沈着であればくすみを消す色で消せるということなので、今回は薄い色素沈着を消していこうかなと思います。まあ、例えばこのおでこにできているちょっと黒くなっている部分、このあたりですね、とあとはここの顎周りにできている黒い部分、そしてまぶたがちょっと茶色くなってるんですが、このくすみは消していけるそうなので、こちらで消していこうかなと思います。あとはもしこれを使うんであればピンク色の方をなるべく顔全体に広げてあげてくれっていうことなので、その方法も教わってきたのでそれでやりたいと思います。では下地は前回と変わらないのでちょっとやっていきたいと思います。はい、では下地を塗りました。はい、ではまずくすみを消す用の紫はこういう感じの色になります。やっぱりパステルカラーの色になります。では軽い色素沈着やくすみがあるところに塗っていきたいと思います。はい、でちょっと途中まで塗ってしまったんですが、こちらのボリュームを上げる方のピンクはこういう感じのピンクになってます。紫とそんなに変わりないかなっていう形にはなりますが、やはりパステルカラーになります。で、一応ここに入れるのはエチュードハウスの公式で出ているものになります。で、この V ラインに入れるのはヘアメイクさんから教わりました。はい、こういう感じです。紫は自分の気になるくすみの場所、薄い色素沈着がある場所、そしてピンクはここの丸みの光とここの方の下の光と、あとは V に入れます。では前回と同じように筆でぼかしていきたいと思います。で、このくすみを消すための紫っていうのがどうしても違和感が出てきてしまうので、それをピンクを広げることによって緩和させるそうです。はい、一応こういう感じになります。よくくすみを取る色で灰色がいいって言われるんですが、この紫を単純に広げるとちょっと灰色っぽくなります。なのでおそらくパステルっぽい紫なんだと思います。はい、で前回と比較しやすいように同じパウダーファンデーションをのせてあげたいと思います。はい、ではパウダーファンデーションを入れてみました。前回と比べると顔の白さはそんなに感じないです。こう考えると赤みを消す方が強めの色を入れなきゃいけないんだなっていうのが分かりました。はい、では次コンシーラー、シェーディング、チーク、ハイライト、コンシーラーもう全て一緒になりますので、今回は全部飛ばしたいと思います。はい、ということでフィニッシュパウダーも入れました。
ということで説明に入る前にあれに行きましょう。はい、ということでメイク完成しました。なんか男の子の中に混じってるあの気の強そうな女の子みたいな感じ。なんか女の人って楽しいなって本当に思います。なんか私がこういう状態でチェーズお疲れーすみたいな感じでねやってたら、この人マロの人なの、マロ関係あるかい。はい、ということで今日はちょっと濃いめな感じでしてみましたが、不思議ですね。なんかもう女性って本当に美しいなって思います。うん、ということで今日も綺麗にアートをしたのでちょっと感想を言って終わりにしたいと思います。はい、で今回紫を顎に入れたっていうのもあり、やっぱり顎周りが明るくなったなっていうのを感じます。あとは私結構ここの色素沈着で黒くなった部分をあやかりあやかりあやかりましてっていう感じで、あのシェーディングをぼかさない時があります。でも今日は結構境目が分かるぐらいシェーディングが残ったってことは、ここがやっぱり明るくなっているんだなっていうのをすごく感じました。うん、であとは前回入れた時は頬赤みを消すために緑を入れました。で今回はピンクだったのでやっぱりピンクの方が違和感なく入ったなっていう感じはします。なので意外とくすみを取るっていうことは顔の印象を変えるっていうことなんだなっていうことも分かりましたし、こんなにカラーを下地で変えるだけで変わるんだなっていうのを実感しました。多分おそらく一番最後にあるあざを消す動画でさらに下地の色って大事なんだなっていうのをすごく実感すると思います。なのでプレイ101スティックカラーコンテアデュオの最終を楽しみに待っていてください。まあちょっと今日はどんなに優しい口調で喋っていても気が強そうに見えると思うっていうか、また暖かく次の動画も楽しみに待っていてください。ということでありがとうございました。フォトヤプジップのゆうきでした。あ、よくこれ何ですかって聞かれるんですが、ダウンタウンの浜ちゃんもつけているある有名なパワーストーンのお店があります。そこのオーダーメイドのものになります。そこの山さんという方にアトピーを治すパワーストーンはないでしょうかとお伺いしたところ、皮膚科に行ってね、ステロイドもらってね、あとね、規則正しい生活を、物理的な説明を1時間半されました。行ってまいります。トゥース。